アンドロイドダルビッチ仮想マシンダルビッチ仮想マシンは、アンドロイドプラットフォームで採用されていた、レジスタベースの仮想マシン。ダン・ボーンスタインおよびグーグル社のエンジニアによって、設計、開発されていた。アンドロイド5.0よりアンドロイドルーンチメに置き換えられた。ダルビッチは、低メモリ環境に対して最適化されており、オペレーティングシステムによるプロセス間の分離、メモリ管理。 スレッドのサポートを用いて複数の VM インスタンスが同時に動作できるよう設計されている。ダルビッチは Java 仮想マシンとされることもあるが、動作するバイトコードが Java バイトコードではないため、これは明らかに正確ではない。また、Java 互換性テストを通過していないので、法的にも Java を名乗れない。Android SDK に含まれるデラックスと呼ばれるツールが 正規の Java コンパイラでコンパイルされた Java クラスファイルを別のファイル形式に変換する。ダルビッチ仮想マシンは開発者のボーンスタインの先祖が居住していたアイスランドのエイアフィオルズルにあるダルビックという漁村にちなんで命名された。低メモリシステムに最適化されているためダルビッチ VM には通常の JavaVM とは異なる特徴がある。 アンドロイド2.1までのダルビッチ VM はジャストインタイムコンパイルをサポートしていなかったが2.2からは搭載されている。新たな DEX フォーマットがより簡潔なアーキテクチャを可能にしたためより制限も多くなった。動的プログラミング言語をダルビッチ VM 上で実行させたりジットコンパイルを行うことも簡単ではない。ダルビッチは 携帯電話メーカーがコアの VM の改変をソースコードの公開なしに行うことができるよう、オパンチェドックではなくアパッチハーモニーのサブセットを用いている。ありがとうございます。